皆さんこんにちは。今日はこちら新型のノアの SG、 こちらの今車内を映しているんですが、ステップワゴンからノアに乗り換える検討されている方、気になるポイントとして、旧型のステップワゴンに対して新型のノアは広くなっているのかどうかということが非常に気になっていらっしゃると思います。今回はこの旧型と新型のノアボクシーと車内の広さの違いについてをお伝えしていこうと思います。まず運転席なんですが、このセンターコンソールがあるところ、ここ自体がまあウォークスーになるわけなんですが、ここの部分、このノアボクシーも幅が広くなったことによってステップワゴンよりも広くなっているのかどうかっていうのが気になるところかと思いますので、そこをお見せしていこうと思います。まあ、この箱をモノスタシーにして少し比較していきたいと思います。今このような感じで椅子間に入れたんですが、まあ、かなりクリアランスがあるぐらいの状態になっています。で、これがステップワゴンではどうか。こちらちょっと今散らかって、子供を置いて散らかったりしてるんですが、このようにあてがえていただきますと、まあ新型のこちら旧型のステップワゴンですけれども、この幅は新型のもステップワゴンもまあ大体同じぐらいであるというのがお分かりいただけるのではないかと思います。で、次は気になる2列目こちらになるんですが、箱を置いていただくと大体ぴったりと収まる、ここクリアランスが全くないような状態になります。で、これが今回のボクシーに関してはどうかということなんですけれど、ここもうこのシートフレームのところ、ハードプラのところでも全然余裕がありますし、クッションのところなんかもさらに余裕があるということで、後ろはステップワゴンよりもノアボクシーの方がウォークスルー自体は広くなっているというのが、まあ、今回大きな違いになってくるのではないかなと思います。もう一つ、今ステップワゴンとノアボクシー同じ位置に大体並べてるんですが、このシートの位置見ていただくと、ちょうどこのステップワゴン一番後ろまで下げた状態で今シート位置このノアボクシーに合わせてるんですけれども、この状態で3列目のクリアランスがどうかということも気になると思いますので、そこを見ていきたいと思うんですが、こちらは今この箱自体が横にしても入らないぐらいのクリアランス、私実際座ってみたんですけれども、このように拳が余らないぐらいのクリアランスなので、結構ここまでシートを下げちゃうと後ろがきついかなという印象が正直あります。で、ステップワゴンどうかということなんですが、見ていただくともう一目瞭然なんですが、この箱横にしても普通に入りますし、これだけの余裕がある、拳1個半ぐらいはあると思うんですけれど、後ろに関しては3列目に関してはステップワゴンの方が広いということがお分かりいただけると思います。ですけれども、こちら今度2室になるんですけれど、今背もたれ一番起こしている状態なんですけど、まあ、それで、まあ、このぐらいのクリアランスがあるという状況なんですが、ボクシーに関してはどうかを見ていこうと思います。はい、今ボクシーの車内なんですが、この3列目の足元に関してはボクシーの方がタイトだったんですけれども、その代わりこちらの後ろの2室に関してはボクシーの方が少し広いのがお分かりいただけるのではないかと思います。今このようにシート一番立ててる状態、先ほどのステップワゴンと同じ条件でやるとさらに広い、ステップワゴンよりも全然広い、多分 1.5 倍ぐらい広くなっているかなっていう感じなんですが、2室に関してはステップワゴンよりもノアボクシーの方が広いということが今回寸法を比較してみて分かったことになります。
今車を同じポジションに止めています。でちょうどこのバンパーも同じようなスラの位置に来るようになっていて、で止めるとこの車輪の軸の位置がだいたい同じぐらいで、ここのドアの継ぎ目の部分、ここもだいたい同じぐらいの位置になります。で決定的に違うところはどこかというと、ここの部分、ドアの長さがステッパーの方が少し長くなっています。ノアボクシーに比べると結構違います。でさらにここで後ろに行くとこのような形、結構スライドドア、ステッパーゴムがさらに後ろに行ってるのがわかると思うんですけれども、結構後ろ寄りにステッパーゴムはマウントされていると。でノアボクシーは少し寸法を詰めるような形で前寄りになっているということになります。でここがちょうど後ろの、ここがちょうど後ろの車輪の部分になるんですが、ちょうど軸合うぐらいのところにあって、でここのオーバーハングのところに関しては、まあ、ステッパーゴムが少し長くなっているのかなという印象です。なので前兆としては少しステッパーゴムが長くなっているといった状況なんですけれども、リアの荷室3列目に関しては人が座ると少し狭いんですけども、リアの荷室に関してはステッパーゴムよりも広いといった形に、まあ、今回なっているということと、もう一つは先ほどもお話ししましたが、2列目に関してはステッパーゴムよりもウォークスルーがワイド化されている。でもフロントに関してはステッパーゴンと同等ぐらいのクリアランスが確保されているというのが、まあ、今回のノアボクシーのサイズ感になりますので、まあ、車の広さを結構購入の検討の視野に入れていらっしゃる方はぜひ参考にしていただければと思います。今回は新型ノアボクシー、こちら SG ですけれども、旧型のステッパーゴンとのサイズの違いの観点で車内の広さについてお伝えをいたしました。それでは失礼をいたします。